皆さん、こんにちは。こんにちは。セノンプレゼンツベースボールペディア MC を務めます、半田愛です。いつもご視聴いただきまして、ありがとうございます。今回も OB クラブの、事務局からお届けをいたします。ご一緒してくださるのは、中根仁志リーダーです。はい。よろしくどうぞ。よろしくお願いいたします。お願いします。はい。そして、ゲスト引き続き、ロッテで YFK の勝利の方程式、中継ぎのスペシャリスト、そして、中根さんの俳優仲間でいらっしゃる藤田壮一さんです。お願いします。お願いします。お願いします。もう、あの話は初回にしましたので。ええ。いろんな話ね。そうですね。はい。映画の話は。はい。はい。今日は野球から入っていきますので。ああ、いいですね。いいですね。さて、藤田さん、お待たせいたしました。ありがとうございます。97年ドラフト3位で、千葉ロッテマリーンズに入団を、はい、されますが、入団当時のロッテはどういった雰囲気でしたか？はい、入団当時のロッテの雰囲気は、はい、あんまり、まあ、テレビもやらなかったので、あ、中継など、はいはい、分かんなかったんですけど、まあ、調べたら弱いチームだなっていうイメージしかなかったんですよね。か西から来たもんね。はい、西から来た。だって西の選手は知らないよ、ね。わかんないです。関東のチーム。で、まあ、黒木が東海地区で一緒にやってたんで、はい、まあ、黒木のいるチームだなしかわからなかった、はい。で、行ってみたら、本当に弱かったみたいな。あ、そうですか。97年98年じゃん、はい、うん、実際こうプロに入られて、はい、この選手はちょっとこう次元が違うなと言いますか、はい、すごい選手だなと感じられた方はいらっしゃいますか？バッターでもピッチャーでも。バッターはイチローですよね。あ、はい、ちょっと違いましたよね。うん、はい、ちょっとどころじゃないな、うん、抑えるの簡単に三振取れるのが取れなかったんで、ああ、ちょっと次元違うよね、彼はね。ちょっとずば、ね、こんな言い方じゃない、ずば抜けてましたね。そのチームメイトですと、はい、ことピッチャーであるといかがでしょうか？はい、エースはちなみに。エースは当時、小見さんと黒木2枚で。ああ、はい、そうか。今、お名前出ましたけど、小見山投手はどんな先輩ですか？うん、もう、コメさんは、キャンプ行って、はい、キャンプ行って、すぐかな。第一クールか第二クールぐらいに、雷落とされました。雷落とされた、はい、お、党内連携の時に。何がサインを、ちょっと 100% 覚えてなかったり。ああ、よくあるやつね。ちょっとミスった時に、ちょっと怒られました。チームプレーだからね。はい、党内とか の、はい、あのサインプレー、まあまあプレッシャーがかかるんだよね、みんなね。ミスったらまたやり直しになるんで、時間がどんどん伸びていくんですよ。うんうん、覚えてないんだったら入んなっていう流れになってくるから、もう、たまに高卒1年目の、テンパりますよね。ピッチャーなんかかわいそうだよね。そうですよね。やっぱ、テンパったんで、やっぱしっかりしないとダメって、はい、エラーできないとかもあるんで、社会人とかだったらパッパーンってできるじゃないですか。でも、その、初めての、アリゾナだったんですよ。うん、自分1年目。はい、で、まあ、ゼロじゃないですか。分かんなくて。で、入っていって、2回目かな、監督に小見さんとグループだったんですよ。もう、ね、怖いっていうイメージもあるし、まあ、半分テンパって。おっかとか。ありました。それで、血だらけになったんだ。能力は呪われなかった。なかった、うん、そうですよね。今監督だしね。そうですね。早稲田で。まあでもそういったことから、はい、小宮山投手には、まあ、しっかり怒られたりだとかっていう。小宮さんに怒られたのでもその1回だけです。あ、そうですか。1回。1回だけです。あとはもう結構、うん、小宮山さんにも自由にさせてもらってた、同じそのサウスポー投手。はい。というと川本さん、川本投手、はい、川本さんがもう自分の、まあ、兄貴分みたいな、ずっともうお世話、あ、そうですか、すごく近い存在で、いやもうなんですかね、もう1年目のキャンプから、はい、なんて言ったんですかね、アリゾナから半分鹿児島入るんですけど、うん、はい、鹿児島行ったら
飯行くぞって連れて行ってもらって、分からないじゃないですか、飯屋さんとかも。でもその母さんの知ってる店連れて行ってもらって、ずっともいろんなとこからもプロ野球界はこんなんだぞみたいなのを教えて。うわ、それありがてえな。あの川本がそんな、すごい可愛かった。あ、そういうイメージですか。うん、本当もう人相もうちょっと悪いよね。いやいや、顔は怖いですけど、いや顔はめちゃくちゃ怖いんですけど、めっちゃくちゃ優しいです。もうすっごいめっちゃ優しいんだ。うちもすっごいお世話になったんで、もう頭上がんないです。今でも、もう頭上がんないです。あ、そんな優しいの。めちゃくちゃ優しい。そういうの知ってりゃもうちょっと俺あのこう打てたかもしれない。当たんないもんね。あ、彼のボールポップしますね。そうか、ね、ペローンって投げたのに47時バーンと、ね、すごかった。ルキア98年と言いますと、はい、まあ、ロッテにとっては、まあ、悲運な記録が、おめでたい、おめでたい年ですね。はい、七夕の悲劇の年、はいはい、と言いますか、その時藤田投手は、その時は自分はずっとベンチで、はい、ベンチっていうか2敗してますね。2敗した、はい、確か2敗してます。いや、あの連敗って、はい、まずドイツカード3連敗で、はい、まあまあショック受けるよね。受けますよね。で、まあ絶対にエース当たるじゃないですか。で、自分の時で2枚コメさんとかもいたんで、はいはい、誰かね、うん、勝つだろう、止めてくれるだろうっていうのがあって、はい、でもそのエース格がやられたらやっぱきついじゃないですか。うん、まあ次ぐらい勝つやろな、次のあれで勝つやろなっていうのはありましたね。だ、気がつけば18回っていうのは、うん、だって3連敗でショック受けるのに、うん、5連敗ぐらいから嫌な雰囲気になってくるもんね。うん、はい、あれあれ、ほんで6連敗7連敗になると、え、どうやって勝てんのってなってくるよね。合わないですよね、噛み合わなくなって、噛み合わなくて、ほんで10連敗したらもう勝てるのって思ってくるよね。あります。俺何連敗経験したのかな。近鉄時代に何かあったんだけど、でもさすがに18連敗したら丸々1ヶ月近くだよね。1ヶ月勝てないんだよ。その空気ってどんな感じなんですか。いや、自分は基本ベンチにいないんで、ブルペンなんで、うん、ベンチの中は分かんないですけど、はい、初めの方は、まあ、さっき言ったんですけど、まあ、いつか勝つだと、まあ、黒木か小見さんかとか、はい、あの辺で勝つだろうっていうのはあったんで、自分の中では、まあ、1年目もあって結構そんなプレッシャーなかったです。そうだよね、1年目だもんね。はい、でも10連敗ぐらいした時ぐらいからドヨーンってなるんです。あれ、試合終わってロッカー帰ってくるでしょ、みんな。ほんでロッカーみんなシャワー浴びます。なんか誰も喋んない。もうまだマリンホームの時はいいんですよ。うん、みんなこちこちでやるんで、ビジターって終わったらバス乗るじゃないですか。きつ。バスの中がこうなんか地名って感じです。うん、笑い声もない、喋、うん、り声もない。うん、で、あれ何連敗くらいかな。10超えたくらいかな。うん、マネージャーがカーテン閉めろって言うんですよ。あ、帰りでますね。球場出るとき。投げられるかもしれない。うん、で、そこ時に、あと、その時に、やっと、そんなことなんだ。あ、1年目だもんね。なんか、物投げられるかもしれない。まあ、例えば、打たれた自分が座ったら、目がけで投げられるかもしれないんで、カーテン閉めてくれってマネージャーが。そんなすごいんだ。うんうん、でも勝つだろうと思ってるし、はいはい、頭の中では、ロッテはそういうチームだしかないんで、弱いチームだしかないんで、あ、いつも最下位じゃん、うん、しかないじゃないですか。でも西から来てるし、ね、そんな大したことじゃないのになって思ったら、新聞が騒ぎ始めて、騒ぎ始めたら今度なんすかね、記者が多くなってくるんですよ。
ニュースでもすごかったもんね、テレビのニュースもね。だから今まで、なんですかね、各社一人とかしかいなかったのが、倍ぐらいになってきてるんですよ。え、そんなすごいことってなって、だプレッシャーもやっぱり来るじゃないですか、今まで5人ぐらいしか番記者いなかったのが、ね、え、そんなこと、そのでも勝つやろ、勝つやろ、黒木が負けた、米さん負けた、あと武雄大、あと負けた、負けた、今調子いいやつ全部やられんじゃん。多分記者は記者で勝ってほしくなかったもんね、記事なくなるから。ある意味記録がどうなるかっていう、うんうん、で18連敗の 18敗目が負け投手だから、それもあれだよ、ランナー出して次のピッチャーが近藤、はい、近藤さんが、あ、近藤が、でもそれまで近藤さん、あ、広島から来た、はい、うん、近藤さんかな、近藤って言ってたけど、あの右ピッチャーのね、あの、あ、投げて、投げた瞬間にベルトバチって取れた、そうです、近藤さんは、まあ、それも9回あれまで黒木が勝ってたんで、はい、まあ、自分らは、あ、そうだよ、ね、そうなんです、そうなんです、黒木が投げるって言ってたんで、もうベンチからもう黒木が最後まで行くから、これ黒木が最後まで行くから大丈夫って言われたんで、自分らずっと、わあ、勝った、黒木よっしゃーってなってたんですよ、ブルペン。はい、うん、うわー、カーンって打った瞬間、レフト、えっつって、みんな、えっ、パッて見たら、黒木をガーってやってるじゃないですか。うん、電話かかってきて、うん、すぐ作れって、えっ、誰行くの、ここでって、でみんな、誰行くの、誰行くの、電話になった瞬間、みんな、誰や、誰や、誰や、藤田こんちゃんとか言って言われて、うん、俺でどっちかも分かんないですよ、まだ。あ、どっちか。あと、黒木が投げれるか投げれないか聞いてて、藤田行くぞって言われた、うん、ここで俺みたいな1年生つらっと思って、まあ抑えて次のイニングランナー出して代打の代打かなんかで右来て、代打か代打右来て、近藤さんが行って、近藤さんが打たれて、あれ俺負けてるやんすごいよね、18連敗、もうニュースですごいやってたもんね。そう、すごかった、すごかった。ね。外出するのは言われましたもんね。ああ、そうですか。コンビニもなるべく外出るの。だって俺もしょっちゅう見てたもん。俺、あの時はもうセリーグ行ってたから。え、また負けたの？え、うわ、マジかかわいそう。でも、中5ぐらいの時、もう勝つやろって自分らの中ではあったんです。もうそろそろ勝つ。ないやろ、18も。だからもう記録はないやろ。っていうのはあったんですけど、なんかその間にか記録までいって、なんか祝杯あったの終わった後？いや、なかったです。何もなし。え、どこで、どこだっけあれ？グリーンスタジアム？神戸、はい、神戸。すごいね。でも記録っていうか、あの、まあ、ワーストだけど記録って抜かされるからね。まあ、はい、まあ、またどっか、また何十年後もしかしたら19出るかもしれないですね。20出る。でもその時には。18連敗の負け投手は藤田で、ま、ね、一緒出るんでそう、一緒出るよねそれはそれで嬉しいんだよね、うん、あ、まあそういう年だったもんね、1年目 ね、ある意味、うん、激動なスタートでは、うん、はい、あったということですね、うん、まあ、でもあの1年目からリリーフとして、はい、あの活躍をされまして、2年目は65試合登板でリーグ最多試合登板、うん、はい、で3年目2000年ですね、70試合登板で2年連続最多試合登板、そして、最多ホールドのタイトルを獲得されたのもこの3年目の年でしたね、はい、で4年目にはオールスターゲームにも出場され、そして2005年ですね、はい、はい、はい、ここがまあロッテ31年ぶりとなるリーグ優勝日本一と、ここにまあ大きく貢献をされるわけですが、この関わり方というのがね、関わりが YFK と、この年というのはその藤田投手としてはどんなシーズンでしたか？いや、この試合数はそんな、はい、投げてなかったんですけど、はい、45試合、まあ、
久しぶりにいい感じの仕上がりができた年でしたよね。はい、久しぶりに、はい、2005年45試合、うん、45試合でしょ。45試合ってことは90試合ぐらい作るの。全然ブルペン分かんないけど、あ、この年はほとんど大体作りますね。全試合ボロ負け以外は、うんうんうん、強い時だからそんなボロ負けしないしね、はい、大体3点差以内だったら1回作ります。うん、だその辺がすごいんだよね。大打陣だったらさ、もうなんとなくちょっとパパッつってカッつってこうできるけど、これなんですか。集中全員集中バッター、はい、うんうん、でもね、なんかやっぱピッチャーって消耗品って言われていながらさ、まあ、できてなかったらこれ投げれないんで、マックスやっぱ怖いんで、ね、ある程度ある。どのぐらいでその肩ってできるんですか、その登板に向けて。ブルペン1回目は軽く20球ぐらい座って投げ、うん、何回ぐらい、何回ぐらい、的にはだいたい5回、6、7、8ぐらいの、まあだいたい7、8ぐらいで自分が投げてたんで、マサが最後いたん でそれに合わせなんで1回軽く、はい、5回終わったぐらいにちょっと動き出して、はい、走って体体温上げてパッパって投げて、うん、休憩。20球っていうのは まあまあこう座らせて20球肩締めるだけですから、結局行く前ちょっとストレッチとかマッサージとかしてちょっと緩めていくんで、うん、それに対してちょっと締める感じです、うん、でチューブやって、うん、ジョックしてでキャッチボールして軽くピップって投げてちょっと動かし、うん、動かし方を、まあ、戻してで待機。すごいんだよ、あの中継ぎ抑え軍団って、はい、あれブルペン入るの何回ぐらい。バラバラです。その自分は5回ですね。あとそのコーチに言われるんで何回までに行ってくれ、うん、早めに行ってくれ、ね、あの予備先発のロングリリーフの、はい、先発すぐ潰れた時ロングリリーフの人はもう1回から行くし、で、まあ、中間の子は3回から、はい、でまあまあ、抑えの子は6回とかにも最後に合わせるだけでいいんで、うん、まあ、自分とかはまあ7ぐらいに合わすんで5回ぐらいに4回、まあ、たまに電話来て早く行けって、それはマッサージとかね、途中でトレーナー室でマッサージしてしてる時に連絡来て、すぐ行け、えーって言って行って5分後に投げる時ありますからね。よくあるよね、はい、ずっと5回ぐらいまでマッサージしたり、トレーニングルームでこうチャリ越えてたり、ゴムチューブやったり、ちょっと軽いなんかこうやったりね、うん、で気持ち作りながら5回ぐらいにブルペン入ってくんだよね、みんなね、うん、全然知らなかったもん。今なんか その野球がもう完全にブルペン徹してるよね。そういう、そうですよね、もう今はそれがあるんで楽と思います、ね、はい、ちゃんと決めて自分らの時って特に入った時とかそのなんですかね、先発中継ぎ抑えっていうのがなかったので、うん、で今なんか買いまたぎとかよく言うじゃない。あんな普通だったですね。平気で、セットアッパークラスが 2回3回投げてたもんね、昔は。だから逆に今のセットアッパーとか決まってる位置にいる投手は大体こうイメージできるからね、はい、そうですね、うん、できるし、あと、うん、まあ、実際引っ張ってられて、まあ、よく最近言われるのが30球以上投げたら1日1キロって言うじゃないですか、今、うん、自分はなかったんで、うん、確かにね、自分最高何連投、休み、まあその月曜日休みがあるんですけど、自分9連投ぐらいしたことあるんで、うん、疲れ取れないですよね、月曜日で月曜日移動じゃないですか、うん、はい、それでも普通だったんで昔はね、確率されてないよね。されてない。セットアッパー、例えば8回任される、はい、今なんか8回任されるね。あれはあれでありがたい。ね、楽です、楽です。あれになってから自分も結構楽だったんで。うわ、そうやって作ってらっしゃるんですね。ね、いやでもまあその実働13年で中継ぎで600試合出場、はい、でまあ5年連続
50試合登板以上、まあ、合計で7シーズンあるわけですけれども、これだけのこの活躍ができた要因というのは、はい、ご本人はどういうふうに考えてらっしゃいますか。まあそのトレーニングにしろ、はい、ケアにしろ、その自分の中で何ていうんですか、ね、しっかり持って目標を持って計画を立ててやってたんで、ずっと、はい、それがまあハマったのかなっていうのもあるし、まあ怪我した2007年の年方やってたんで、はい、まあ、その時は正直まあミスですよね、調整ミスっていうのは自分もキャンプ前にも分かったんで、ああそうですか、はい、それ以外はもうほとんど肩治るまではちゃんとできた、はい、計画って例えば、はい、まあシーズン終わります、うん、シーズン終わったらとりあえず自分はもう丸々1ヶ月一切ボール逃げられないです、うん、あのキャン、キャン、秋のキャンプ、秋のキャンプ、はい、まあ、まあ、たるあれはキャッチボールとかやるんですけど、うん、自分はもうほとんど免除になってるんで、うん、自主トレになるんで、もう行かなかった、もう最後のとかは行かないんで、うん、約1ヶ月ボールは一切にいらないです、うん、走るぐらいです。12月中12月の終わりから、だいたい動き出すのが12月20日って決めてたんで、うん、それまではほとんど、あもう12月入ったらほとんどもう走るぐらいです、うん、体ちょっと汗出して、まあ、酒飲んで酒出したり走って太らない程度で動くぐらいで、ボールは握らないっていう決めて、肩を 100% 休めたい、うん、まあそうだよね、こんだけ投げてたら休ませないと、ね、いかに休ますかってすっごい大事だよね、うん、すっごいもんね。で1ヶ月休ませで12月20日からちょっと動き出して、うん、でわざと太るんです、3キロぐらい。おでそれを筋肉に変えていくんで、うん、脂肪から筋肉に変えてると早いんで、でわざとオフの間、その間に太らす、太って3キロぐらい太って、で今度筋肉に変えて締めていくんです。それを一気にしたらまたパンクするんで、徐々に年明けまでやっていって、やっぱ筋肉痛とかになるじゃないですか。それをうまいことまたこの肩を回し上げていくんです。それをゆっくりまた肩もうゼロなんで、うん、1ヶ月休んでるのが筋肉ゼロじゃないですか。それをまたウエイトしながら投げる筋肉をこうやって合わせ上げる。チューブ、いやもうチューブ、もうメニューある、メニュー作るんで、うん、はい、もうそのメニューでもうベンチともガンガンやりますね。あそう、はい、ベンチスクワットも2時間ぐらいウエイトやってます。うん、えその時ってもしかして立花さんいた？タチさんは、あその時はいました。いた、はい、でも自分はあの違う斉藤隆さんと一緒の、うん、はい、方に見てもらってたんで。うーん、でボール投げるのが、ボール投げるのは本格的にガンガン投げ出すのは1月のキャンプの半ばぐらいにはもう遠投、軽く遠投しだして、ブルペン入ったりは、ブルペン入るのはキャンプの真ん中です。あ、キャンプ真ん中まで。第3クールぐらいまで入らないです。うん、もう片一回作ってるんで、うん、あのブルペン入らないですけど、BP はバッティングピッチャーがいます。あの自分の考えはブルペンで何球何本投げてもブルペンなんですよ。うん、やっぱりバッターに投げていかないと感覚もわからないし、うん、でまあ、結局シーズンまでが2ヶ月約3ヶ月投げないじゃないですか。だからブルペン入る前にもう肩はできてるんで。先に BP になります。で、それはいろんな誰かのアドバイスとか、いやそれも自分でずっとやってきた中で、うーん、ブルペンでやっぱり所詮ブルペンなんで、はい、所詮ブルペン、はい、まあ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 な話だよね、はい、所詮まあ所詮ブルペンなんで、ブルペンでだからいやだってさ、はい、まあまあこうブルペンを大事にしろっていう人もいるやん、あね、まあ、まあ、でその実際に投げるのはバッターに投げるわけじゃないですか、うん、そうですね、はい、その感覚さえ、感覚がなかったらコントロールもつかないし、うん、はい、でもブルペンってバッター立ってくださいってバッター立っても、はい、所詮
売ってこないじゃないですか。うんうん、だからその感覚わかんないですよ、BP 行ったら8割でも投げたら打ったらこっち飛ぶって、うん、で読めてきたら この出し入れが分かってくるんですよ、うん、であとは駆け引きじゃないですか、うん、で今度バッターとの駆け引きしていけばここ投げてファールになったってそれさえ覚えておけばじゃあこっちだったら詰まるだろ、うん、もっとファールになるだろってやっていけば試合で使っていけるんですよ、うん、でブルペンって立ってもらっても打ってこないから、うん、ここだけ自己満足なんです、うん、自分の考えは、うん、だから所詮ブルペンなんです、うん、ブルペンも大切ですよ、うん、内込みとかできるのも、うん、その試合に対してやっていくにはじゃあ何が大切かというのはしっかりバッターに対して投げていくっていうのをやっていかないと自分はダメだと思うし自分がそうやって社会人からもそうやってやってきたんで、うん、めちゃくちゃコントロール悪かったです、うん、昔、はい、本当にもうまたフォアボールかっていうあれだったんですよ、はい、その、まあ、ブルペンでも投げ込みの日は200球とか投げてたんですけどでも自己満足なんです、うん、じゃあそれだったら8割9割でバッター立ってもらってで投げていってガーン打たれるじゃないですか、うん、金属なんで打たれるじゃないですか、うん、でそれをあここだったらここまで飛ばされるんだってこう分けていけばあここ投げたら詰まるんだって分かってきたらコントロールも良くなってきたんで自分はそういう作り方ずっとしてたんでじゃあプロ入ってからブルペン入るでしょ、はいそのセットアッパー抑えやってる時に、はい、ブルペン何球ぐらい投げるの当時キャンプですか、うん、キャンプは50球ですだいたい50球で毎日です、まあ、毎日投げるの、はい、あの先発みたいに1日何百球投げないじゃないですか、うん、とりあえず30球投げれればいいんで、うん、それだから50球、まあ、ブルペンで20球試合で30球って考えたら50球じゃないですか、うん、で毎日投げます、うん、そのクール毎日投げます、うんなるほどね、でその中でやったらいじめる日があるんでいじめる月があるんでそれで100球とか150とか投げます、うん、やっぱその作ってあげないと筋力もやっぱりその強くならないんでで作っていきますだから2クール2回は100球ぐらいだったり、うん、でやって作ってたんで、うん、というところで、はい今回もですね、深く深くいろんなお話を伺いましたね、はい、ということで、藤田さんまた次回、はいはいこの後のお話を伺ってまいりますので、はい、またよろしくお願いします、はい、ありがとうございましたそして皆様チャンネル登録そしてグッドボタンもぜひいただければと思いますいや嬉しいなお願いしますではまた次回お目にかかりましょうありがとうございました、はい、ありがとうございました今日は、新興園にあるセノンスポーツゼロに来ましたオービークラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってますこんな施設もあります疲れた後は酸素カプセルで癒しましょうじゃあね一緒だわセノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました101 107 110いきます111ピンピンピン